政調会長もちんぷんかんぷんで、安倍さんも公共料金だのあれをまあ猶予するのもまたちんぷんかんぷん。もうね、もうこれちんぷんかんぷんなこと言ってるってことは、やっぱり消費税を減税とか廃止とかさせたくないんですよね。つまり財務省と喧嘩したくないんですよ。はい、みさこちゃん、ファミリー公開です。今日はですね、まあ連日、この新型肺炎によるその経済ショックですね、まあいろんなところから様々な、まあ数字、事柄が飛び込んできます。例えばですね、まあ今日のあの朝、終わりましたけども、あのニューヨークのダウですね、なんと2997ドルマイナスですよ。史上最大の下げ幅となりました。で、今、日本の株もまあ下がってますけども、そんなにね、マイナス1000円とかはまだいってないとは思うんですよね。思った以上にそんなに下げてないかなという感じはあります。日本の株は。日経平均は。まあ、なんでね、あの、株式ももうめちゃくちゃになってるし、まあ、あの、各国が、財政出動、するのかどうかというところが焦点になってきますけども、ですね、これはあの G.com なんですけども、安倍総理がその16日の、16日ですから、月曜日ですか、月曜日の、昨日ですか、昨日の、参議院予算委員会で新型コロナウイルスの感染拡大を受けた生活困窮世帯への支援策として、まあ具体的なこと言ったんですけども、笑っちゃいました。ですね、支援策として、公共料金の支払いや納税を免除ではなく猶予する方向で検討していることを明らかにしたということなんですよ。免除じゃないですよ。免除じゃなくて猶予です。だから2月に払ってくれっていうのを、いや3月まで1ヶ月延ばしてあげるよ。でも払ってね。っていう感じです。いや。全くもって子供騙しですね。今世界では、世界ではもう財政出動して、もうありとあらゆる方策を、まあ練って、それをまあ政策やって、経済危機的状況を打破しようと、そういうふうなまあ話し合いもやったにもかかわらず、安倍さんもその G7 のその電話会議でやったにもかかわらず、まあこんなこと言ってますよ。でですね、また、G.com 読んでいきますけども、首相は今までにない思い切った対応で生活が困窮しないようにしていきたいと表明。電気料金といった公共料金や税金を上げて、支払いの猶予を速やかに検討すると。明言し、週内で、支援策を策定する意向も示したと。また今回の感染拡大による経済の影響を関して、どの程度の規模で猶予が必要になるか精査する考えを示した。免除じゃないんですね。こんなんばっかですよ。もう是が非でも消費税減税もしくは廃止したくないってことですね。ということは、昨日の動画でも言いましたけども、財務省とは絶対喧嘩したくないということなんでしょうね。これが、我々日本国民が選んだ国会議員ですよ。まあ、それで、まあ、国会議員で、まあ、選ばれたこの内閣総理大臣ですよ。これがですよ。まあ、我々の責任もあるっちゃあるかもしれません。ただ、ね、ここまで及び腰な人間だなんて、わかるわけないですからね。でですね、まあ同じように、これ安倍さんと同じようなことをまあ言ってる人がまたいるんですよ。ですね、まず消費税減税もしくは廃止っていうのは、自民党のせんだって動画でありましたけど、自民党の若手議員42人。プラス野党です。野党。まあほとんどってわけじゃないですけども、野党の一部の野党ですね。一部の野党。でですね、それ以外の、まあ、また一部の野党と、あとは自民党の若手以外の、そういう、まあ、中堅とか、長老とか、ああいう人たちは、基本は、消費税 10% そのままにしておきたい派なんですよね。それでですね、自民党の、岸田政調会長、もうまた、そのうちの一人なんですよ。消費税増税据え置き派なんですよね。10% 据え置き派なんですよね。で、これは、テレビ朝日のニュースなんですけども、
こんなこと言ってます。消費税については決して議論を避けるわけではありませんが、いろいろ逆進性であったり難しさもあるのではないか。まあ、つまり緊急の経済対策として消費減税は必ずしも生活に困っている人だけが恩恵を受けるものではないなどと否定的な考えを示したと言ってるんですよね。で、一方で生活支援のための直接給付や減税措置について引き続き議論していくと話しましたと。まあ、この直接給付や減税措置、なんでしょうかね。所得減税とかするんですかね。前の動画でも言ったけど、法人税で減税って言ったら非常に怪しいですからね。非常に怪しいですからね。どこの国の政治家だって話になりますからね。この後に及んで。で、まあ、もう話戻しますけども、なんか言ってることがちょっとわからないんですよね、これ。いろいろ逆進性であったり難しさもあるのではないかと。逆進性があるんだったら、やめた方がいいじゃないですか。やめた方がいいじゃないですか。逆進性があるんだったら。それだったら、ビルドインスタビライザーがこう、効く。累進課税の方が、全然いいってことになりますからね。逆進性、何なんですかね、これ、いろいろ逆進性であったり、難しさもあるのではないかって。いや、なんか消費税減税もしくは配信したら、まあ、良くなりますよ、普通に。景気刺激策になりますから。一番の景気刺激策になりますからね。なりますから。まあ、政調会長もちんぷんかんぷん。で、安倍さんも公共料金だな、あれをまあ、猶予するのもまたちんぷんかんぷん。もうね、もう、こういうちんぷんかんぷんなこと言ってるってことは、やっぱり消費税を減税とか廃止とかさせたくないんですよね。つまり、財務省と喧嘩したくないんですよ。まあ、ということは、日本国民非常にやばい地に立たされますからね。我々本当に考えなければいけませんよ。ね、本当にこの人たちを、まあ、選挙で、まあ、当選させてもいいのか。まあ、私の予想だと今年中には選挙あると思います。まあ、この新型肺炎落ち着いて、まあ、しばらく経って、まあ、オリンピックやるかどうかはわかりませんけども、まあ、まあ、後ぐらいにあってもおかしくないですからね。まあ、ということで、とりあえず、消費税増税、消費税増税容認派はもうなんかちぐはぐなこと言ってる。逆進性があるからやめなきゃいけないんじゃないですか、こんな苦しい時に。公共料金で言うよ。公共料金を、まあ、免除するぐらいのことをなぜ言えないんでしょうね。すべてはやっぱり財政出動できないからですね。財務省のその緊縮財政を、まあ、歌ってる、その財務省と戦うことができない、戦いたくないからなんですね、これ。それでは我々日本国民を苦しみますからね。安倍さん、ここら辺はちょっとしっかりしてもらいたいですね。まあ、若手のその提言、どこまで心に響くか、まあ、ちょっと、まあ、期待したいとは思うんですけどね。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。